はい、どんどんくろの深夜です。ケイです。ユッキーです。はい、ね、今日は前回ケイがレザーパンツの着回し動画っつって、そのいろんなアウターと、レザーパンツがね、どの相性が一番いいかみたいなのをこう、検証するような着回し動画を上げたんですけど、今日はその第2弾ということで、今日ね、使うパンツはなんとセットパンツ、イエーイ。スウェットパンツね、今年のトレンドのアイテムにもなってるけど、難しいなって思ってる方多いんじゃないでしょうか。そう思う。はいね、それもそのはず、なんといってもみんなが家で大体着てるやつだからっていう、おしゃれにできるんっていうか、おしゃれだとしても買う価値あるんってちょっと思ってる人多いはずなんですよ。多い。そのスウェットパンツ買って、いろいろみんなで着回してみたんですけど、ちゃんとね、なんか相性とか着回し考えると超絶かっこいいんで、それはね、今回皆さんにお見せしながらね、着回し動画撮っていきたいと思います。それでは早速いってみよう。はい、ということでね、着回しやっていこうと思うんですけど、僕のね、はい、基本スペックちょっと伝え忘れてたんで、はい、僕は170cm で、体型はね、痩せ型です。結構撫で型です。結構撫で型ですね。肩幅が狭くてみたいな。骨格は？骨格で言ったらウェーブですね。ウェーブです。好きなタイプの女の子は、C 社が好きな女の子です。で、はい、今日使うスウェットパンツは、こちら。はい、こちらジュンレットの、スウェットパンツを使ってます。はい、アイテムのリンクが概要欄に貼ってあるんで、もしこれが気になったなって人は、ぜひね、チェックしてみてください。はい、じゃあ、僕がチェックします。チェックしてください。はい、それじゃあまず最初ね、まずは秋のマストアイテムというか、もうね、ファッションのマストアイテムであるロンティーから着ていきたいと思います。はい、ロンティー、こいつはね、じゃーんっていうね、入ってましたけれども、なんで笑ってんの。俺が後から入ってきてるじゃん。なんかリラックスした感じが芋っぽいんじゃないかなって思います。ロンティーを着てみたいと思います。はい、そういう時に絶対持ってるからね、ロンティーなんでね。そうだね。俺なんか今黒の乳首と思う。ちょっとでかいっすね。乳首でかいのだけは NG なんですね。やめてもろって。はい、はい、着てみましたけれども、どうですか。はい、カジュアルすぎないかなってちょっと思うんだけど、これ大丈夫そう。大丈夫です。大丈夫です。僕はすごい好きです。そうだから、カジュアル大好きな人なんかはもちろんドンキー絶対 OK。カジュアルなものって、基本俺がいつも言ってるのは、もう靴がめちゃくちゃ大事なんですよ。そうだね。特にこうスウェットパンツって靴もろ見え型なんですよ。そう、ここ絞りがついてて、足首でキュッてなってるから、そう、なんか普通の靴だったらさ、ちょっとダボついてね、なんか隠れるんだけど、かかとぐらいがクッションとかでね。そうだけど、結構靴が全見えするんで、逆に言えばレアスニを見せびらかす。逆に靴がダサいと、なるほど、コーデ自体がダサくなる。結構靴に依存するんだ。結構靴に依存するところはあると思います。では続いていきましょうか。続いていきましょう。マイチね。マイチ、俺この上に来て大丈夫。俺いや黒だけど、インナーを白にしたいんで、じゃあ、はい、一旦ジャンプしてください。はい、せーの。はい、はい、着てみました。いいです。意外にね、パジャマっぽいくなっちゃうって思われがちだけどね、ちゃんとアイテムさえしっかりしてれば大丈夫なんですよ、皆さん。ではその下のスウェットの生地感と上の MA1 の光沢感でメリハリつけてる点が俺はいいと思う。なんかスウェットとかロンティーを合わせると、やっぱパジャマみたいなイメージがあるから、リラックスしてるよね。そうだから難しいけど、 MA1 とか、しっかりとしたアウターを羽織ってあげれば、ジャミとしてコーデになると思います。はい、これね、いいよね、この感じ。はい、次行きましょう。はい、次もオーバーサイズの、俺のアイテムなんですけど、もうカーディガン、トレンドアイテムですね。はい、カーディガン、カーディガン、今回使うカーディガンはちょっとダメージが入ってるカーディガンで、そうだね、独特だね、これどう生きるかじゃない。スウェットって結構パジャマのイメージ強いけど、おしゃれだね。こうやって見るとおしゃれじゃない？すごい。みんなが思ってるスウェットパンツと、その普通に今年ブランドが売ってるスウェットパンツはね、明らかに違うんよ、やっぱり。そうだね、下のたまり方とかが、そうそうそう、ジャストじゃない感じは。ちょっとおしゃれに作られてるよね。スウェットパンツはね、ワイド好きな人も、そのワイドが好きじゃない人も、どっちにもハマると思うんだよね。俺あんまワイド着やんやん。そうだね。着ないけど、でも下のこの絞りがついてキュッてなってるから、全体的にダボっとなんない感じがすごいコーデにいいバランスをね、もたらしてくれるから、俺は結構好きなんだよね。師匠も入社のテーパードみたいなもんだもんね。そうそうそう、絞られてるもんね。バルーンとかね、そういうシルエットになるから、すごいスウェットパンツいいと思うんだよね。
これもすごいいいな。カーディガンも合ってます。まあカーディガンが可愛いっていう点もあるんですけど、ね、まあまあまあもちろん色とかがね同じにならないように気をつけるところじゃないの、ね、ちゃんとメリハリついてていいと思う色、うん、逆に黒難しいと思うけどね。ああなるほどね。うん、うん、難しいと思う。でいきましょうか。続いていきましょう。はい、じゃあ続いてこちらテーラのジャケット。はい、あのね綺麗めアイテムを持ってきました。これね、これちょっと注目ですよ皆さん。去年からセットアイテムのトレンドは続いてるから、うん、まあそれのアイテムと、まあ、セットパンツが合うかどうか、まあ、ここが一番みんな見どころだと思うんだよね。はい、どうでしょう、着てみました。あ、これね、靴変えようか。靴変えよう。スウェットパンツにまず革靴合うのかっていう検証にもなる。まあ確かに。逆にこれでスウェットパンツに革靴でジャケットが合うんだったら、もう超上級者コーデですよ。はい、どうでしょう。これが皆さん、あの僕が以前から動画でお伝えしていたコーチスタイルです。言ってましたね。はい、これ普通だったら、今までだったら、セットアップの、まあ、スラックスとか綺麗めな他のスラックスとかを合わせてたんですよ皆さん、うん、でも今年はそうじゃない、コーチスタイル。まあ、なんかセットアップのジャケットってさ、なんかセットアップ以外での合わせ方って結構難しい、うん、そう難しい。俺らだったら結構トラックパンツでジャケット羽織ったりとかするんだけど、あ、そうだね、もうスウェットとかっていう選択肢がね、そうそうそう、今年から出てきたということですよ。ウェアのピックアップタグでいうきれいめカジュアルで、もう組み合わせがどんどんメリハリがついてきたっていうのはあると思います、うん、スウェットのあるだろうね。これ2年前とか俺このスタイル見せたらダサだと思ってたんだろうな。でもしっかりやっぱ革靴にしてあげるっていうのは大事だと思う。下そうだね。はい、じゃあ次いきましょう。もうね、パーカーですけど、ね、俺あのこれなんつうの、今日どのパーカー使おうかって考えた時にグレーは絶対やめようってなったんよ。パーカーはちなみに GU のパーカーです。スウェットとマーチンとか革靴は結構合うかもしれない。あ、パジャマ感は、まあ、ちょっと出てるけど、まあ、革靴であることが、まあ、唯一の救いって感じがするかな。まあね、合宿であのコンビニにあの買い物に行く感覚。だったらどうなんだろうな。はい、すみません、あの帰省してます。そうだね、今実家にいます。地元の人だね。プレーンなスニーカーとスウェットをね、意外に相性もしかしたら難しいかもしれない。そうだ ね、 そうね、あとボリュームがあった方が割と合わせやすい、うん、スタンスミスとかバンズみたいな。そうだね、特徴があんまないド定番みてえな、うん、あのスニーカーはダメだね。ちょっと ね、うん、カジュアル感強くなっちゃう、と色欲しいかもね。そうだね、すごいみんなこのさ、パーカーを着てるじゃん今、うん、それに MA1 を合わせてみるってなるとどうなる、どうなんだろう。あ、いい、めっちゃいい。あ、いいと思う、いいと思う。そう、なるほどね。まあ MA1 がいいって判定になったからね。うん、そうだね。だパーカーとスウェットパンツだけはちょっと難しい、うん、ドパジャマになっちゃう、ね、ドパジャマだね、うん、でもアウター、ライトアウター羽織ってあげると、うん、まあ割と系統がそっち側の方にドカジュアルになりすぎない感じになるかな、うん、またこれがね、差し色になってよかったな。うん、うん、確かにいい感じに差し色になってる。バランスがいい。で、うん、デートの時はテーラージャケットやな。なんかその休日のまあ2人でだらっと近くのカフェ行くぐらいの、あ、そういうリラックス感だと思う。そうだね、そう、あのこれでデートに行くっていうのは。俺だったら横浜かな。お前は何でも横浜だから。いつものオチ。はい、ということでね、メンクロと一緒に考えよう、スウェットパンツの着回し企画でした。いかがだったでしょう。最初にそのタイトルあったっけ。うん、スウェットパンツみんな今年どうかなって思ってる人いるかもしれないけど、万人に受けるかといったらそうではないと思うけど、うん、あったら絶対にサレさんに近づくアイテムだとは思う。外しとしてはすごい有能だと思う、うん、だから俺はね、シア、うん、ちゃんが買ってるのを見て、うん、あのスウェットパンツすごいいいなと思って。おー、ありがとうございます。で、まあノーティカとかストリートブランドのノアという、あー、あのね、このスウェットパンツ狙おうかなと。いいじゃないですか。来月これ楽しみにしてください。今回この着たアイテムもリンクがあるものは、しっかり概要欄に貼っておきますのでチェックお願いします。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるのでそちらの方フォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャスウェットパンツよかったよ、いってらっしゃい。ありがとうねー。